どうも皆さんこんにちは、斉藤アクセルと申します。今回はですね、高難度モッドアヌンナキジェネシスに出現するアイススピノをテイムしていこうかなと思っております。でアイススピノは名前の通り氷属性のスピノサウルスで、もともとねかっこいいスピノサウルスがもう氷属性をまとってるということで、かっこいいかけるかっこいいイコール最高ということで、今回はそんなアイススピノをテイムしてみて、その気になる見た目と性能面の方を確かめていこうかなと思っております。さあということで、今回はアイススピノでございます。いやー、氷属性っていうだけでもかっこいいのに、いやスピノサウルスがまとってるっていうのが最高やんな。いやそんなねアイススピノ、この目の前の、川にいます。ちなみに近くにはねアイススピノ以外にも、こちらのポイズンスピノとか、あと確かファイヤースピノもいたはずなんだが、あ、いた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 、こちらがファイヤースピノという感じで、結構ね属性持ちのスピノサウルスいるんですけど、今回テイムするのはこちらのアイススピノ570ということで、まあ普通にね、やる上ではかなりきついので、ここに罠用意いたしました。でこの罠の中に入れて、でちょっとこの高台みたいなの作ったんで、ここに登ってこの上から、麻酔矢を打っていくという、まあそんな感じでやっていこうかなと思っております。さあということで、まずはね罠に誘導しましょうか。アイススピノ、さあかかってこいアイススピノ。えい、かっこええ、あ来た、気づいた、いて、おっと結構ダメージ食らうね。さあどうだい、来てるね。いやーポイズンもいてなかなか怖いけど、うわ当たったんか攻撃。え、ちょっと待てよ。分かって、入れ、ちょっと待て、入らへん、なかなか入らへん。さあ縦で入れていく、やばい、ちょっと待て、どう入った、よし、オッケー、よしなんとか入りました。いやー出てこへんやろな、こわやった、とりあえず罠には入ったから、こっからまあ撃っていきましょう。でまあここからでもね撃てるんやけど、マジでこの周りも危ないからね、この高台から撃っていきましょうか。あんなら、さあダメージは与えてるけど、これは多分あれやな、木のスロープの方に多分ダメージ与えてるだけで、石の建材にはさすがにダメージが入ってないと思うから、多分このままいけるはず。ほんならぶち込んでいきましょう。さあちょっと挙動が変わってきたね、ということは効いてきたということかな。さあこの調子でぶち込んでいく。さあそろそろ寝るか、アイススピノ。おっ、寝ました。さあさあさあ寝顔を拝見しましょうか。いやちょっと高すぎて見えにくいけど、うーわアイススピノ昏睡完了。いやー何やらオーラが出ておりますが、いやこの体色やばいな、まさにアイスって感じや、めちゃくちゃかっこいい。よし、ほんじゃちょっとこいつが起きるまで待って、で起きてから見た目と性能の方を確かめていきましょうか。さあということでアイススピノ持って帰ってきたんすけど、いやこれ見てくれよマジでいやただでさえこのスピノサウルスのフォルムってマジでね完璧に近いぐらいかっこいいんやけど、このアイスがつくことによってそれがさらに、良さを引き立ててるというか、いやこの模様とかがさ綺麗やし、かっこいいし、うん、美しさもあるよな。うん、尻尾の先端が白くなっていて、で青と白が、メインで、構成されているといった色合いやけど、この顔つき見てくれ、これかっこいいむちゃくちゃかっこいいなこれ。いやスピノサウルスのフォルムってマジでかっこいいけども、それに氷属性やもんな。しかも結構ねこの氷属性のデザインがねやっぱ出来がいいよな。うん、これだってパッと見で一発でわかるやん、アイス属性っていうのが。
いやー、これはいいね。ということで、見た目も観察できたし、早速乗っていきましょうか。さあ、乗ってステータス見ていきましょう。ステータス、体力 24,780、 スタミナ 4,655、重量が 1,295、 メレーが 819 ということで、むちゃくちゃ強いな。マジで強いな。だってスピノサウルスって大体野生個体で取った瞬間ってまあ多くても体力 5,000 とかじゃないって感じやと思うねんけど、まあレベルもあるっていうのはあるけどさ、いやそれにしたかって体力多いな。 24,000 やって強すぎやろ。で、2足は、あ、やっぱそうやな。2足歩行モードがね、その代わりできないんですよ。これ、ちょっと前のスピノのバージョンで、昔ってこの4足しかできんかったんよな。だから、そこがちょっと残念なとこではあんねんけど、うん。いや、ただ、これ、足のスピード、速っ。水バフはちゃんとある。そしてなんか、普通に引いていったな。さあダメージは、おお !589! そして足の速度速すぎる。これは方向か。攻撃はもうこの1種類しかできん、この1種類しかできんねんけど、氷属性のデバフをかけてまあダメージ上げて、ほんでこの攻撃速度とダメージの高さ、うん、強え。ただ相手のブロントもかなり強いからなかなか落ちひんけども、おお250のブロントサルスを難なく倒していくというこの戦闘力、いや。そして水入ってみましょうか。水は泳ぎは大して遅くないっていうか速くないんやな。うん、あんま速くない。ただその代わりこいつ水分ゲージがない。マジかよ。いや普通のスピノサウルスって普通に海とか泳ぐと酸素ゲージがあって、潜りすぎると普通に溺れたりするんやけど、こいつないから永遠に水に潜れるタイプや。いやめっちゃいいやん。うん、これ水で使うのが一番いいかもな。まあアイスっていうのもあるけど。さあメガロドン戦っていきますか。ほらほら、強え。なるほどな。だって水の中だと常に水バフも受け取れるからね。あ、これ海探索要素がでめっちゃ使えるやん。ちょっと二足歩行モードがないのが残念ではあるんやけど、ただ、ない代わりに、この酸素ゲージがなかったりとか、あとシンプルに戦闘力が高いっていうのもあって、むちゃくちゃいいな、こいつ。ということで今回はこちらのアイススピノをテイムしてみました。いやまさかね、スピノサウルスって水陸両用とか言いつつ、あんまり海で使えんかったりしてんけど、いやこのアイススピノはね、海で使えるね、普通に。てかなんなら海が主戦場やな、これ。あんまり移動速度が速くないっていうのはあんねんけど、海の中やと。ただやっぱこの水バフが常に受け取れる、戦闘力も高い、で酸素ゲージもないってなってくると、うん、序盤とかさ海の生物なかなか取りにくいけど、このアイススピノをテイムするのはまあ多分中盤ぐらいでも全然いけると思うから、こいつテイムして海に乗り込むのめっちゃありやな。まああと一番なのはやっぱこの見た目っすよねシンプルに見た目がかっこよすぎる。スピノサウルスでアイス属性ですからね。うん、まあスピノサウルスっていう普段のアークからいる生き物ではあってんけど、この属性がつくこととあと昔のスピノのモデルっていうとこもあって、今いるスピノとかなり差別化取れててめちゃくちゃいいなこれ。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、こんな感じでモッド生物のテイム動画とか、あとこの高難度モッドアヌンナキジニシスの生物のテイム動画、性能紹介、あと配信とかもやっているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。